デビットタンデビットタンは、香港の実業家、慈善家。ファッションインテリアのブランド、上海などや、香港、北京、シンガポールの中国界の創立者。実業家、慈善家の投資の登るの彦で、当初め県の孫。デビットタンは、幼年期に、香港のラサール小学校で教育を受けた後、英国に留学。 ロンドン大学キングスカレッジロンドンで論理学を専攻して哲学の学士号をその後ケンブリッジ大学で法律学の修士号を取得した。1983年から翌年にかけて北京大学でイギリス文学と哲学を教授している。若い頃に賭博が原因で二度の破産を経験している。1991年、中間の中国銀行の旧社屋に 中国会を開設、また同年に、キューバハマキコヒーバの代理権を取得。1994年、中間のペダービルディングに、上海などを開店。2005年9月には、ロンドンのドーチェスターホテル内に、チャイナタンという名で、中国料理店を出している。英国王室メンバーや、英米の政界、財界の要人との交流が深く、 その交友関係は、英国の元首相、マーガレット・サッチャーや、ジョン・メイジャー、最後の香港総督、クリストファー・パッテン、ダイアナ・ヒ、アンドルー王子と彼の前妻聖ラ・ファーガソン、米国の元大統領ビル・クリントンから、英国の俳優マイケル・ケイン夫妻や作曲家、アンドリュー・ロイド・ウェバー、俳優・ヒューグ・ラントメで幅広い。また、キューバの中香港米予領事を務めていることから、 キューバ政府上層部とも親しい。2005年3月10日、BBC が上海で制作するテレビ討論番組、モンアタイ島にゲスト出演した。2006年7月には、アンアップル、A ウィークを出版、中国銀行の旧社屋において、出版記念パーティーを行っている。同書では、全総督パッテン教が助言を書いている。デビット・タンは、英国より、 大英帝国勲章 OBE を受けているが2008年の新年女君でさらに大英帝国勲章区分を受けたことにより勲章師となった。デビット・タンは香港元基金の創設者、理事長、香港ダウン症協会の理事長などの役職を務めたり香港青年芸術祭に協賛するなど事前活動に広く関わっている。デビット・タンは 複数回の結婚を経験している。1994年に、長宿儀と離婚。長宿儀との間には、数おかずめがある。2003年に、元夫人のルーシーと英国で結婚。この結婚式には、元副首相のヘゼルタイン教を含む英国の、政財界人が多く出席した。香港島のハンザン区に住み、その他にも深海最高区に別荘を持つ。音楽、芸術、 文学、シガーなど趣味は幅広い。また、香港紙《貧華日報に平易な英語を用いたコラムを書いている。ありがとうございます。